皆さん、東京大学の河野と申します。今日は、3本目の講演になりますが、どうぞ最後までお付き合いください。今皆さんにご覧いただいているのは、これは南米チリのですね、アタカマという砂漠での、夜の、星空です。今私は天文学、特に、電波というですね、波長を使った観測によって、宇宙の、姿を明らかにするということに取り組んでおるわけですが、そのためにですね、頻繁に南米のチリに行く機会がございます。今こういう限られた画像しかご覧いただけないのが大変残念なんですが、本当にですね、この夜空すごくてですね、周りに人工の光と全くございませんので、空がいかに明るいか、星で満ちているかというのが非常によく実感されます。その一端がここでご覧いただけるんだと思うんですが、なので本当に我々の住む地球がですね、宇宙の中にあるんだなというのが実感としてわかる場所です。なかなかそこに行く機会というのは皆さんないとは思うんですが、いつかですね、チャンスがあればぜひ南米もですね、いいところですね、ぜひチャンスがあればと思います。さて、それではですね、今日はこの混沌の宇宙を読み解くというタイトルでお話をさせていただきます。先ほど動画で出てまいりましたこの天の川神話のですね、様子が今ここで写真で写っておりますが、大変この宇宙の姿というのはですね、やっぱり美しいんですね。でかつそれでいて非常にたくさんの謎を秘めています。一体いろんな天体が出てきますが、一体これはなぜこんな形をしているんだろうとかですね、一体なぜこんな色をしているんだろう、でどうやったらこんなものができるんだろう、いろいろ考えていくと本当に謎に尽きない。でしかも、強調したいのはこれは美しいんですね、やはり見ていてですね。でそういう謎がたくさんあって、その美しいというものはですね、やっぱり古来、先ほどの平井先生の話もあった通り、たくさんの方のですね、人類全体といってもいいと思いますが、さまざまな想像力をですね、かきたててきたと、そういう対象だったというふうにいいと思います。例えば今天の川銀河の中の星からなんだ違う銀河ですね、で中には本当に変わった形状をした、一体なんでこんな形をしているんだろうという銀河もありますし、こんな空飛ぶ円盤みたいなですね、円盤状で輪っかを持っているとかですね、こういうこれも遠方にあるたくさんの銀河が群れ集まっている姿、これはさらに遠方宇宙にある群れ集まった銀河の姿等が写されています。そして最望遠鏡で紹介しているのは、スバル望遠鏡で発見した非常に初期宇宙にあるですね、天体の姿で、これもたくさんの謎を秘めた天体になっております。で今綺麗な絵をいろいろご紹介したわけですが、これはですね、どれも実は可視光という波長で見た宇宙の姿です。で皆さんご存知の通り、電磁波というのはですね、非常に幅広い範囲にわたっておりまして、私たちが目で見るですね、可視光というのはもちろん一番人類にとって馴染みの深い波長領域ではあるんですが、実際はですね、非常にそれは宇宙の出す放射の中では極めて限られたところでしかないということですね。実際にはもっと波長が長い方に行けば赤外線があり、それから電波がある、短い方に行けば紫外線があり、 X 線があり、ガンマ線がある、そういう非常に限られた、広い中で、人類はかなり長い間ですね、その可視光だけで見る宇宙というものを、知っていたわけです。で今やですね、人類はそのさまざまな波長で宇宙を見るという技術を持ち、その手段を、展開しつつあるということになってきています。例えば、皆さんご存知ハワイにあるですね、スバル望遠鏡というのは、これは光もさることながら赤外線というところに観測波長を伸ばすというところに特徴があります。また日本あるいは世界各国ですね、電波領域での観測、日本で言ったら例えば長野県野辺山に野辺山宇宙電波観測所というのを、そしたら耳にされたことがある方がいらっしゃるかもしれませんが、そういったものもありますし、先ほど紹介しました南米チリですね、今盛んな電波観測の研究が始まっていると。それから、ある波長についてはもう大気の影響が大きいので、地球の大気圏外に出る必要がありますので、そういう場合には衛星を使うとかロケットを使うとか、そういった手段も、特に日本もですね、そういうところは非常に強い、分野になっております。それで、これは今私が特に一番推進しているサブミリ波、ミリ波と呼ばれるですね、電波 のこちらのここでありますと、波長でいうとここら辺ですね、波長が1ミリとかあるいは 0. 何ミリとか、何百ミクロンというところの波長の電磁波の観測を今私は特に取り組んでおりまして、こちら南米チリにある実際の望遠鏡です。こちらもそうですね、非常に空のきれいなところです。
それで、まあ、こういう世界で作っている大きな企画のことを考えるときにですね、今日は非常にこれは面白い話になっていまして、今日のテーマは想像力でしたね。それでこういう大きなですね、望遠鏡を作るときにはもちろんこういう望遠鏡を作ればこういうものが見えるはずだ、こういう謎が分かるはずだというですね、我々がいろいろ考えて、それをもって予算を申請して皆さんからいただいた貴重な税金を使ってこういう望遠鏡を作るわけです。なので、もう世界中の科学者がですね、もうありとあらゆる知恵を絞ってこういうことが分かるはず、こういうものが見えるはずということを頑張ってやるんですね。ところがですね、やはり過去の例を見てもですね、なかなか人間の知恵の及ぶところというのはどうなんだろうと思わされることが多々ありまして、大抵ですね、その望遠鏡、新しい望遠鏡を作ると確かに発見がたくさんあるんですが、できた発見というのはですね、大抵我々の予想を裏切ります。我々の想像力を超えた、はるかに超えたですね、ものがしばしば見えるというところが自然科学の大変面白いところじゃないかなと思います。例えばここにですね、これまで、まあ、もうこれすでに分かっている発見ですが、さまざまな発見がですね、宇宙で、まあ、行われています。でこうしたものというのは実はですね、どれも全く当初はですね、予想していなかった、まあ、人間の想像力をはるかに超えたことだったんですね。でもちろん中にはですね、先に、まあ、理論天文学者とか理論物理学者がこういうものがあるはずだとかですね、そういうことを考えたもの、まあ、例えばこのブラックホールなんかはまさに先ほどの話であった通り、まあ、自然科学者もそうですし、それから哲学者の方もですね、そういうものがあるんじゃないかと、そういう施策を巡らした天体の一つなんですが、まあ、そういうものもある一方でですね、全く人類のですね、想像を超えていたものが多々見つかっているというところが、まあ、自然科学の面白さであり、また楽しさではないかなというふうに考えています。で、ちなみにいやもう一つアタカマというところのですね、お話をしたいと思うんですが、これは今いろんな調査の結果ですね、まあ、特に我々のグループの調査の結果、世界的に見て極めて宇宙観測に適した場所であるということが分かってきまして、今世界各国からですね、世界中からですね、最先端の観測装置が、まあ、このアタカマというですね、アンデス山脈の中にわらわらと集まってきています。まあ、その先が聞かれたのは大変幸いなことなんですが、もう本当に世界中のですね、ものすごい最先端の装置が集まって、そういう場所があるよということを今日ぜひ覚えて帰っていただければと思います。でちなみにここら辺はですね、これの業界というのはもう観測装置売ってませんので、全部手作りです。だこういう観測装置を作るところから天文学者は仕事しなければいけないということもちょっと触れておきたいと思います。まあ、これはその一例ですが、超伝導ですね、という技術を使った当たりセンサーを、まあ、用いたセンサーでして、こういうのをですね、実際にうちの研究室の学生さんなんかがクリーンルームにですね、自分が天文学者が自ら入ってそこでいろいろ作るということをするということをしている人もいます。だから皆さん天文学をやっている研究者というといろんなイメージがあると思うんですが、実はこういうですね、泥臭いことをやっている技術的なことをやっている人も結構たくさんいるということをちょっと知っていただければと思いました。それから先ほどですね、平井先生からポーの話が大変宇宙と関連する話があって面白いなと思って聞いて伺っていたんですが、ポーがですね、月は自ら光っているということをおっしゃったという話がありました。でそれは確かに皆さんそれは間違いだとお思いになると思うんですが、実はある意味それはポーは正しいんです。なぜかというと、確かに可視光、我々が目で見る光で見たときには月というのは太陽からの光を反射して光っています。ところがですね、今私が研究している、電波、特にサブミリ波とかミリ波と呼ばれるところでは、その月自体がピカピカに光ってるんです。という意味では、これが、ポーの復権にどこまで役立つかどうかもちろん存じませんが、そういう観点でもですね、実はポーは大変質に富んだことをおっしゃっていたということが分かると思います。これは実際に電波で見た月でして、こちらが皆さんおなじみの通りですね、可視光で見た月ですが、まあ、太陽に照らされた部分だけが光ってるんですが、実は電波で見るとですね、月全面がピカピカに光っているというのが分かります。これは自分自身が光っているためですね。さて、やや前置きが長くなりましたが、今日の話、私の方の話としては、まあ、この混沌とする宇宙で、まあ、先ほどから見ていただいているとおりですね、非常に宇宙というのは、まあ、謎めいた構造がたくさんありかつ美しいということからですね、古今東西たくさん の思想家あるいは、まあ、人類のですね、想像力をかきたててきたわけですが、一方で、まあ、その混沌とした多様性の中にですね、いろんな研究からいろんなですね、これまたなぜそんなものがあるんだろうっていう不思議な法則性、統一性がたくさん見つかってきています。でもちろんそれはたくさんあるんですが、今日はですね、その中に特に2つお話をしたいと思います。1つが、特にその今日のトピックスとしては銀河と
呼ばれる天体、天体も本当にたくさん惑星から何からたくさんあるわけですが、その中で銀河と呼ばれる天体に着目して、そこで知られている2つのですね、まあ、ややなんでこんな関係があるんだろうという法則性についてお話をしたいと思います。まあ、このそもそも銀河って研究して何がどうなんだっていうことがあるんですが、まあ、この銀河というのはですね、まあ、現在の天文学の中で、まあ、最重要課題の最重要テーマの一つと言ってよいかと思うんですが、まあ、そもそも宇宙がどうして始まったのかとかですね、あるいは星とか惑星、生命がどうして宇宙に始まったかというものと並んでですね、この宇宙を満たしている銀河と呼ばれる天体がどんなふうに、まあ、生まれて成長してきたんだろうかということを明かすことは大変重要なテーマとなっています。でじゃあその銀河って何なんでしょうかということなんですが、まあ、皆さん私たちがいる太陽系がですね、天の川銀河という銀河の中にいることはどっかでご存知かと思うんですが、実際にその銀河って何でできている、どういうものなんでしょうかということをまとめるとこんなふうになります。まずこれその実際銀河の写真ですので、この見えているのはこれは星の光ですよね。すなわち、まあ、星、非常にたくさんの星からなっていると。一方で忘れてならないのがガスという成分でして、まあ、星よりも大体10分の1ぐらいしかないんですが、この、ガスというものが、その次のですね、星を生み出す材料として極めて重要な位置を占めております。それからさらにそのガスよりもさらに100分の1ぐらいしかないんですが、固体の微粒子、これを我々はダスト、まあ、比較するとゴミという大変とんでもない訳なんですが、まあ、そういうですね、小さい微粒子がですね、たくさんあります。で実はそうしたものがそのこういう銀河のですね、見え方を非常に大きく左右するということが最近の研究で分かってきました。例えば、この天の川銀河を見るとですね、真ん中に黒い影がダーッと走っているのが分かると思いますね。でこの黒い影は何かっていうと、そこに何もないから黒く見えているのではなくて、そこに非常にたくさんのですね、この微粒子、ダストというものが存在すると。その結果、この背後にある星の光がそれによって隠されてしまっているということが分かってきました。だからこのダストというのは星から比べると10分の1の3、100分の1がすごく少ないマイノリティなんですが、にもかかわらずこの銀河のですね、こういう見え方を決めるで極めて決定的な役割を果たすということで、単に数が多ければいいものではないというですね、まあ、非常に高齢だと思います。それから銀河にですね、大事な要素で最近忘れてならないのはブラックホールです。それも超特大のブラックホールです。まあ、後からお話しますが、普通最初にですね、我々がブラックホールと呼ぶとですね、大体太陽の重さの数倍から10倍ぐらいというブラックホールを皆さんイメージされるんですが、今の最近の研究からですね、いろんな天の川銀河も含めましていろんな銀河にですね、もう太陽の重さの何百万倍とかですね、何千万倍とか、もう何億倍というですね、途方もない、ちょっと想像を絶する、まさにこれもまさに我々の想像力を絶する天体だと思いますが、そういう超巨大ブラックホールと非常に重たいブラックホールが普遍的にどこを見てもあるということが分かってきました。そういう話を今日はしたいと思います。まあ、さらに実際この天の川銀河中心にですね、そうしたものがあるんではないかということですね。それからあと、まあ、今日はあまり取り上げられませんが、こうしたですね、目で私たちの目で見える何らかの方法で観測が直接できる物質以外に暗黒物質というものもあることが知られています。まあ、最近ですね、いろんな科学ニュースなんか等からですね、我々が知っている物質は実は宇宙のごくわずかでしたよということを聞いていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、そうした目で見えない物質もですね、実はこの銀河の中にはたくさん、はるかに超えたものにもたくさんの質量のものがあるらしいということが分かってきています。さて、そうした銀河なんですが、これは非常にですね、今の宇宙では多様性に満ちています。まあ、ここにいくつかその限られた例を紹介していますが、まあ、こういう渦を巻いたものもありますし、こういうなんか渦にですね、こんな棒状構造がついた、こういうものとは少し違うものもあります。それからこういうまあ形を何と表現していいかわからない不規則型としか言いようのない銀河もありますし、複数の銀河がガチャンとですね、こうぶつかっているような銀河というものもたくさん見つかっています。それからこういうですね、ラグビーボール状に星が集まっていて、あんまり構造がない。でしかもこういう星とは、こういう銀河とは違ってですね、何か赤っぽくて、赤っぽいというのはこれは温度が低いという意味です。ということは、もう割と年老いた星ってことなんですね。そういう古い星ばっかりが集まっていると。そういう随分要素の異なる銀河というものもあります。でこれは実は、ガスが少なくてですね、星生成が不活発、つまり今生まれたばかりの星というのはほとんどないと、もうすでに大昔に作られた星だけが光っていると、そういう天体が、まあ、大銀河なわけです。で、
じゃあそのガスというのはどうやって分かるかということなんですが、まあ、これ先ほど、紹介したこの天の川銀河の影ですね、これがそのダストというですね微粒子の影響だという話をしましたが、実際に電波で観察するとこう見えるというのを紹介しておきます。これは実際に電波ミリ波で見た時の天の川で、ちょうどこのですね影のところに対応するような電波の放射がですねたくさんこう見えてるんですね。でこれは対応は非常によくてですね、まあ、こういうものというのがその次の星とかですね惑星とかを作る材料になっているというわけなんですね。そういう材料がこういうところに実は影のところにたくさんある。でこれ大変対応が良くてですね、このムービーで見ると分かるとおり、この細かいこの影の構造を非常によくトレースするようにですね、この電波の放射が出ているのが分かります。すなわち、まあ、この暗い影というところは確認になりますが、何もないから暗く見えているのではなくて、その手前にたくさんこういうですねガスとか塵があるために、まあ、こういう影が光では見えるというわけです。でこの時にこの構造非常にこれ複雑な構造をしているというのが分かると思うんですが、これ実はですね相原先生の話で出てきましたフラクタルではないかと言っている人もいてですね、フランスの研究者なんかはこういう構造をですね詳しく次元解析をして、あこれはフラクタルだなんてことを発表されている方もいらっしゃいます。そういう意味で非常に面白い構造になっています。まあこういうですね我々が普段可視光で目にしている星以外にもですね、このガスとか塵というものが宇宙にはたくさんありまして、銀河にたくさんあって、それが、まあ、その次のですね星とか惑星を生み出す非常に大事な材料になっているということを覚えておいていただければと思います。さてそうした今の宇宙におけるですね不思議な規則性という話に移りたいと思うんですが、まず一つに銀河と環境という話をしたいと思います。まあ、銀河の環境問題です。環境問題というと、今はいろんな問題があるので経験に口に出せませんが、宇宙特に銀河でですね環境問題という時には何を指すかというと、それは銀河の混み具合です。混雑具合です。この写真は冒頭でもちらっと紹介しました銀河の集団、銀河団と呼ばれるものの画像になります。で見たかいとおり、この光っている点一個一個、これが全てですね銀河、非常に大きな天の川銀河と同等以上のですね非常に大きな銀河になっておりまして、そういうものはたくさんこう群れ集まっていると様子が分かると思います。でこういうですね銀河の群れ具合のことを、まあ、我々は環境と銀河の環境というふうに言っています。なのでこういうところは、高密度環境、密度が高い環境ですよと、一方で、こういうスカスカのところはですね低密度環境というふうな言い方をします。で、まあ、今言ったこの高密度環境というのは、まあ、銀河が非常にたくさん集まっている領域ということになるわけですが、そういうですね銀河団というところでは何が起きているかということなんですが、この銀河団はですね実は非常に宇宙の中で普遍的に、今の宇宙では普遍的にあります。でこれはですね、真ん中に地球があって外側にほど遠ざかると、で、地球から見ていろんな方向をですねこう見ていると、でどの方向にどのくらい銀河がありますかというものを、まあ、プロットした絵になっております。なので、例えばこっちの方向を見るとですねあまり銀河がないとかですね、あるいはこっちの方向を見ると近くにはこういうのがあって一旦空白ができて、またこの辺に空白ができて、またたくさん銀河がうじゃっているとかですね、そんなような宇宙の中では銀河というのは実は均一には分布していない、非常にですねこの粗密が激しく、あるところにはたくさんあるし、あるところには全然スカスカになっていると、そういうですね非常にこの粗密の激しい分布をしているということが最近の研究から分かってきました。でそれをもってですね、まあ、環境というのは銀河で実はすごく大事なんじゃないかということを気づかせるきっかけになっているんですね。でまあ、こういうところにたくさん群れているところが、まあ、高密度環境、いわゆる銀河団でして、こういうところは低密度環境ということになります。ではそういうですね環境が銀河にどういう影響を与えるかというのが最近分かってきまして、これはですね非常に銀河というのは、まあ、どこ見てもあるしランダムに分布しているようで、かつ渦巻きもあれば楕円銀河もあると多種多様に見えるんですが、実は非常に驚くべき規則性を持って存在したことが分かってきました。どういう規則性かと申しますと、この銀河のですね密集度、どのくらい銀河が群れ集まっているかというパラメータを見てやるとですね、たくさんいるところには先ほど紹介した、古い星しかなくてガスがあんまりなくて星もあんまり作っていないと、そういう楕円銀河と呼ばれる銀河が非常に多い。一方で銀河のですねこの密度がまばらな、まあ都会の銀河、田舎の銀河と言っているかどうか分かりませんが、そのあまり人がいないところにいる銀河というのはですね、今度は逆に割と青い星が多くて、たくさんのですねこの影がいっぱいありますから、ほらガスがあるってことですよね、
火事がたくさん見えていて、たくさんダストやガスがあって、星を作る材料がたくさんある。で、実際にたくさん若い星も作っている、青い星が多いと、そういう渦巻き銀河が非常に多いというですね、こういう非常にきれいな環境依存性というものが見つかってきました。で、これが一体何なのか、これちなみに大銀河は古い星が多いですから、要するに赤い星が多いので、これは文字通りですね、朱に交われば赤くなるという恐ろしいことを宇宙が言ってるんですけれども、まあ、そういうですね、環境効果が観測で分かってきています。で、これが一体どういう、メカニズムで今の宇宙でこんなものができているんだろうかというのはまだ分かっていない大問題になっています。それから次の、今の宇宙におけるですね、不思議な規則性という観点の話をしますが、今度はですね、銀河と超巨大ブラックホールという話をしたいと思います。先ほど天の川銀河の中にですね、超巨大ブラックホールがあるという話をしましたが、そもそもじゃあブラックホールって何でしょうかという話をちょっとだけおさらいしておこうと思います。多くの方はご存知かもしれませんが、しばらく復習にですね、お付き合いください。ブラックホールって何でしょうかってことなんですが、天の川銀河にあるですね、ここにあると言われているブラックホールは何なんでしょうかってことなんですが、どういうことを想像すればいいかってことなんですが、まず皆さんがですね、そこら辺で石でも、私がこのレーザーを投げると怒られますが、何か投げることを考えましょうと。そうするとそれは落ちますよね。これなんで落ちるかっていうと、それは地球がですね、重力を持っていてこれを引っ張ってるからです。だから、我々が手を離せばですね、それは地球に引っ張られて落ちるわけですね。で、じゃあより早く投げると、もう頑張ってですね、ブンと投げると、それはさらに早く飛んでいきます。その間はですね、重力に引き寄せられて落ちる前にですね、まだそれは十分飛んでいますから、遠くまで飛んでいきます。で、これをさらに頑張って投げる、例えば私はダメで、例えば今アメリカにいて頑張っていらっしゃる、ちょっと初戦は残念でしたが、ぜひ2戦目は頑張っていらっしゃると思ってますが、ダルビッシュ投手なんかはですね、多分もっと早く投げますから、そうするとはるかに遠くまで飛んでいくと。で、どんどんこれ速くしていってですね、遠くに飛ばすと何が起きるかっていうと、想像してください、どうなるか。先日とある国のミサイルはすぐ落ちてしまいましたが、さらに頑張るとですね、これどんどん地球を飛び出すところまで行ってしまうわけですね。で、これが、物理でいうところの脱出速度というものになります。で、これは、この地球の引っ張る力で、もうそれは厳密に計算が簡単にもビシッと決まるもので、地球の重さを考えますと、秒速で 11km と、11km/h という速さで物を投げることができれば、それは地球からもうそれは返ってこないと、そういう速さになるわけです。で、これは非常に簡単な高校物理の式で、きれいに書けるというわけです。じゃあですね、これをさらに速く投げる。で、さらにこの地球はですね、もっと重たい星の場合どうなるかということを想像してみます。そうするとですね、これは要するにもっと地球よりもですね、重たい星があったとすると、例えば話を簡単にするためにですね、地球と同じサイズだけども重さが重たいと、密度がもっと高いと、そういう星を考えましょう。そうするとですね、当然ながらもっと速くなれないといけません。で、先ほどの式からですね、重さが例えば100倍重くなったら10倍速くなれないといけないということが分かります。という感じでですね、どんどん速くなれる、どんどんこの星が重くなっていくということを想像していくと、何が起きるかというと、最後にはですね、この速さは限りがあります。何かというと光の速さですね。少し前にですね、とある加速器実験施設で、光の速さよりも速いんじゃないかという話題が出まして、それは大変大ニュースになりましたが、結局、まだ確定はしてませんが、さまざまな不具合だったという噂も今出ておりますが、やはり今のところはですね、その光を超えたものはないということになっています。で、実際にですね、その光の速さが限界だということになりますので、そうするとですね、ある重さまでいくと、もう光の速さまで達ってしまう、それより速く投げられませんから、もう光の速さですら帰ってこれない天体があるはずですという想像ができます。これがまさにブラックホールということになるんですね。例えば地球サイズであったら、重さはですね、これもなかなかもう7億倍というと多分想像できないですよね。どのくらい大変だか、ちょっとイメージがあまりに遠すぎて湧かないんですが、そのぐらい7億倍ぐらいにすると地球サイズのままブラックホールにできるということになります。とにかくそういうふうにですね、非常に強い重力場を持っているためにですね、光ですら脱出できない、そういう天体がブラックホールでした。
まあ、これは科学的にはですね、いろんな物理学者等が考えていらっしゃるんですが、それの話もちらっと聞きましたが、実はさまざまなですね、思想家の方もですね、こういうことでブラックホールという天体があり得るんじゃないかということを言及されていたのは、大変人類のですね、想像力というのはすごいんだということを示す一端として、まあ、記憶に留めていいんじゃないかというふうに思います。さて、それで、このブラックホールという言葉を出しましたが、これもですね、実は最近の研究では非常に多種多様で、特にですね、冒頭申し上げましたが、非常に重たい、質量の極めて大きいブラックホールというのが実は宇宙にはゴロゴロありそうだよということが分かってきました。これは上の方にですね、そのブラックホールの重さを、太陽の重さを基準として、まあ、表した簡単な矢印で表していますが、ここら辺がですね、太陽の重さの10倍ぐらいというのが、まあ、一般一昔前に知られていたいわゆるブラックホールというものなんですが、今ではですね、こういう太陽の重さの100万倍とか1000万倍とか、もう1億倍とか、そういうですね、途方もない重さのブラックホールがどうも見つかってきているというわけです。そして、その法則性という話に入るんですが、このですね、銀河に見つかってきたブラックホールの重さが、銀河自体の重さとですね、実はすごく良い関係があるということが分かってきました。これ我々のグループ の論文から引っ張ってきていますが、横軸に、まあ、銀河の重さ、まあ、これはバルジと書いていますが、まあ、銀河の重さと思ってください。厳密に言うとバルジというのは銀河でもですね、こういう円盤状のもの、それからこういう丸っこいものってあってですね、特にこの丸っこい部分の成分のことを、まあ、我々はバルジというふうに呼んでるんですが、まあ、そういった、まあ、細かいところはさておきですね、その銀河の重さと、それからそこの中心にあるブラックホールの重さがですね、非常に良い相関を持っていると。バルジが、銀河が大きくなれば、その分そこに入っているブラックホールも大きいと。で、それだけならまあ、あり得るかなという気があるかもしれませんが、さらに不思議なことにですね、この重さがですね、非常に厳密に関係が決まっているようで、銀河のこの部分の重さというのはですね、ブラックホールの重さのですね、どれも見ても2000倍なんですね、大体。で、これってすごく不思議なことで、なぜかというと、ブラックホールっていうのは非常に小さい天体ですよね。もちろん重たいですよ。重たいんですが、銀河全体から見たら本当にもう気質部です。桁、もう何桁、場合によってはもう10桁ぐらい違うかもしれません。あともう5桁以上違います。そういう極めて小さい天体が、自分よりもですね、何桁もでかい天体のことを知ってるんですね。何らかの情報のやり取りしてないと、こういう厳密な関係は出ませんから、なぜかわからないけども、そういう非常に小さい天体と非常にスケールの大きな天体が、その情報をやり取りしているとしか思えないというですね、非常に不思議な現象が、まあ、分かってきました。まあ、今言ったことをまとめていますが、これはこの銀河の質量、それから縦軸にブラックホールの質量で、大きい銀河ほど大きなブラックホールを持っていて、しかもその重さがどれもですね、2000倍違うというですね、非常に不思議な関係が知られています。これも一体なぜこんなですね、不思議な関係がいつできたんだろうかということですね、これ今まさに天文学での大問題になっていて、世界中の研究者が血眼になって、これを手がかりをつかもうとあがいているということになっています。さて、ここでちょっと脱線したいんですが、これも少し皆さん考えると分かる通り、光、先ほどですね、ブラックホールって何ですかって話をしました。そこで光ですら脱出できない天体だと言いました。ではなぜブラックホールがあると分かるんだろうかと、なぜそれが見えるんだろうかということを、疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますので、少しそこをですね、話したいと思います。これはですね、電波で見た天の川なんですが、天の川と写真何回か皆さんご覧になりましたね。こういう光で見るとたくさん影がいっぱいあってですね、今や皆さんこの影はそこに何もないんじゃなくて、そこにガスが、塵があるということをもうご理解いただきたいと思います。で、こういう天の川銀河のですね、中心を電波で見るとこんな風にピカッと光る天体があるんですね、この真ん中付近に。これは宇宙電波を初めて発見したジャンスキーさんがもう最初から気づいていたという非常に強い電波源になったんですが、この中心をですね、調べるといろんな面白いことが分かってきました。先ほど見たこのピークの部分をですね、ずっとズームアップした画像がこの次の画像になります。で、さらにですね、この真ん中を見るとやっぱり強いものがあって、これが星座で言いますと射手座の方向になりますので、その射手座にあるですね、一番最初の電波源ということで、まあ、A という名前をつけて、かつそこにどうも何やら変なものがあるらしいということが分かりましたので、 A スターというですね、このスターを捨ててそこに何か変なものがあると、そういうことを表しているんですが、まあ、そういう射手座 A スターという電波源がどうもあると。
でこの周辺をですね、じゃあ何があるんだろうかというのはですね、これは赤外線で調べた人がいるんですね。可視光では天の川の中心というのは全然見えません。もう光で真っ暗なので見えないんですが、もう少し波長が長い赤外線に行きますと銀河の中まで見えてきます。その赤外線で見るとですね、何が見えるかというと星が見えます。たくさん星があります。でこんな風に星が群れてるんですが、非常に気の長い人がいてですね、この今年この場所を絵を撮りました、次に来年もう一回撮ります、再来年もう一回撮りますというふうにですね、何回も何年にかかってですね、何回も写真を撮った人がいるんですね。それを比べてみたんです。そしたらですね、恐ろしいことに何か動いていると星がですね、普通この宇宙の現象というのは非常に時間の尺度が長い現象が多いケースが多いですから、なかなかその1年2年で物が変わるということは普通はないんですけれども、まあ最近はそういう非常に短い変動も見つかってきますが、この銀河スケールでそういうものがあるってなかなか想像、これも想像できなかったことなんですが、まあ最初にやった人は偉いですね、本当にこういうものがあるんだと気づいてですね、なんかこう星が何やらうごめいてるぞと。でこれは何だということになったんですね。でこの中心をさらにズームアップしてみたんですね。それがこれの、ムービーになっておりまして、これは実際に観測された星をですね、星の軌道をこの観測データに基づいて、まあ、アニメーションで再現しています。でいろんな星がこんな風にですね、あるところをくるくる回っている様子が分かるんですが、例えばこの星ですね、この星の運動に着目してみましょう。そうするとここら辺はゆっくり動いて、ここら辺で急に速く動いて、またゆっくり動く。もう一回見ますね。これゆっくり動いて、ここら辺で急にパッと速く動いて、また戻っていくと。こういうですね、非常に特徴的な運動をしています。これ何かというと何だと思いますか。これ何かというとですね、実はケプラーさんがですね、発見したケプラーの法則そのものなんですね。ケプラーさんはこれは惑星の観察をずっと丹念にやられまして、その結果ですね、どうもこういう法則があるらしいと。で太陽極としてここに非常に重たいものがあると、そこを極としてこんなふうにですね、楕円軌道を描いているらしいと。それで太陽から、遠いところではゆっくり動いていると、近いところでは早くさっと動いていて、この面積が常に一定になってますよということを初めて発見したんですね。でまさにこの法則にぴったり合ってるんです、これは実は先ほどのこれは。ということは何かというと、ここにですね、非常に、こういう軌道を説明するに必要な重さのものがなきゃいけないということが非常にもう厳密にですね、もう高校の教科書に出ている物理です。それで分かってしまう。これ非常に面白くてですね、何か小難しい高等物理、高等数学を使うまでもなくですね、高校の教科書に書いてある物理のケプラの式でこんなとんでもない天体があるということが証明できてしまったというですね、非常に面白い例だと思っています。はい、で実はこういうブラックホールがですね、銀河にあるということを発見したのは、実は一番最初の例は実は日本の研究者でして、これは中井先生という私も随分お世話になった先生なんですが、これは天の川銀河ではなくてですね、少し遠くにある、まあ、距離が約2000万光年彼方にあるメシエ106という銀河での、まあ、発見だったんですが、これもですね、中心、これは可視光で見た画像ですが、中心を見るとですね、非常にピカッとこう光ってるんですね。でこれって何なのかということなんです。それで中井先生は、電波でですね、この銀河の中心を観測したんですね。で皆さん実は宇宙にはですね、いろんなものがありまして、その例としてですね、いろんな分子があるんですね。宇宙ではこの今この観測では実は水を観測してるんですが、水もあります。それからアルコールもありますので、よく酒好きな先生は宇宙行ったらもう酒飲めるよとおっしゃるんですが、水割りが作れるという話をおっしゃるんですが、とにかく宇宙にはこういう水もあります。でその水がですね、電波を出すんですね。そうした水が出す電波の放射というものを先生はこの観測されまして、それでですね、どうもものすごい速さで運動している水があるらしいと。この銀河の方向にすごく速い速さでですね、動いているものがあるらしいと。このなぜ速く動くかというのは、それはドップラー効果を使って測ります。水がですね、例えばどういう波長もしくはどういう周波数で電波を出すかというのは、それは量子力学の計算できれいに分かります。それと実際の観測を比べるとですね、ずれてるんですね。でそのずれが運動だとすると、それは何キロぐらいで速く動いてることになるかっていう計算が、これも、ドップラー効果の式で計算できてしまいます。というわけで、引き続き高校物理でものが分かってしまうというすごい例なんですが、この銀河のですね、周りに何かですね、ものすごい速さで飛び回っている水があるよ、あるよということに気づかれたんですね。
それで今ここでですね、水といっても名座と書いてあります。これは何かってことなんですが、これもちょっとさらに脱線の脱線になってしまって恐縮なんですが、皆さんレーザーってご存知ですよね。これそうですよね。これレーザー、光をですね、誘導放射という現象を使って増幅するというものなんですが、実はですね、これの電波版、マイクロ波版というのが最初に発見されました。それがこのマイクロ波による、マイクロ波でのその誘導放射の増幅というので、メーザーと呼ばれています。というわけで、まあ我々はこのレーザーを先によく馴染みで知っていますが、実は本家本元はこのメーザー、マイクロ波の方なんですね。でこれっていうのは実はこれ発見が実はノーベル賞につながっておりまして、まあタンズさんは もちろん宇宙にこれがあるかどうかご存じなかったかもしれませんが、すぐですねこのメーザーがあるよと分かった直後にですね、実際に宇宙にも、例えば水のメーザーですとか、あるいはこの一酸化炭素の、一酸化ケイ素のですねメーザーがあるということが分かりました。だこういう物理の研究は意外にこの宇宙でですね発見されたケースは多いんですね。でこのケイ素っていうのは SIO と書きますので、実は日本には大変面白いものがあってですね、海外に行くとこれ受けるんですね。海外の人はこれ塩ラーメン、塩ヌードルの麺とはカップとは分かりませんから、海外に行ってですねこういうものを持ってってですね、日本には SIO のですね伊坂ケイ素の観測を記念したラーメンがあるんだというとびっくりするんですが、まあ、それは単なる情報なんですが、まあ、そういう SIO が実際に宇宙で観測されているというわけですね。で、さらに脱線でやや恐縮なんですが、宇宙にはそういうですねいろんな分子がいっぱいあります。でこれはその宇宙で見つかった面白い分子のごくごく一例です。今はもう100種類以上の分子が見つかっています。その中には非常に変なものがいっぱいあってですね、例えばこれなんかもこういう炭素がですね全然周りに結合しないままこんなずらずら並んでるなんて普通地上の実験室ではまあ絶対ありえませんが、そういうですね非常に不安定なんだけども宇宙は希薄ですから、そういう不安定な生成体がですねなんかずっと残ってるというケースがあるんですね。でさらには、まあ、今言ったその極端なケースですね、こんな変縮なものもありますし、あるいは、その生命につながりうる、まあ、これすぐ生命とはつながりませんが、そのこれが先にどんどんいくとですね生命につながるんじゃないかと、そういう、まあ、グリシンとかですねそういったものにつながるような分子もですねいっぱい見つかってきています。おそらく、これから研究が進んでいきますと、そういうですね分子の観測から宇宙の生命を探すと、そういう学問もどんどん急速に進むんではないかというふうに期待しています。で実は先ほど、これ話がだんだん戻ってくるんですが、そのブラックホールの周りというのもですね実はたくさんいろんな分子が見つかってきていまして、ブラックホールがいろんなエネルギーを出しますから、それによって、まあ、多種多様な分子がですね作られたりエネルギーをもらったりしてるんじゃないかということが分かってきています。というわけでこれで、脱線から戻ってですね中井先生の話に戻るんですが、その水メーザーというですね水分子の特殊な放射を使った観測の結果ですね、こういうことが分かりました。まあこれも詳しいことはもう時間の関係で省略しますが、またですねケプラなんですね、恐ろしいことに。これこの観測データはですね非常にきれいにケプラーの回転で進めていきます。でそうしますと、もうこれも高校の教科書に出てくる図ですが、中心の天体があって外側に、まあ、ある速さで物が回ってますよというですね、この速さで計算してやると、この内側にどのくらいの重さのものがあるかというのが厳密に決まります。でそういう計算をこの天体でした結果ですね、どうも、中心非常に狭い範囲ですね、極めて狭い範囲の中に太陽質量の約4000万倍というですね極めて重たい質量がないとこの観測は進めていけないということが分かりました。でこれは非常に狭い範囲ですので、仮に例えば太陽ぐらいの星がですねいっぱいそこに4000万個あったと考えるとですね、これは全然つじつまいません。もう太陽があまりにぎゅうぎゅうになってしまって、そんなものは安定に存在できませんので、もうそういうですね我々が知っている天体の中ではもうこのいわゆるブラックホールというものを持ってこない限りこの密度は説明できないということが非常に強く決まりまして、まあ、これは現在知られているですね超巨大ブラックホールの一番強い証拠というふうに言われています。さて、ちょっと私の話は脱線が多くていつも学生から怒られるんですけれども、ちょっとですね この観測は実はですね非常に分解能の高い観測をしています。この銀河のですね中心付近を、見るためにですね、これよく単位見ると恐ろしいことが書いてあって、ミリ秒角と書いてあってですね、普通それは皆さん何度っていうふうに考えますよね。その1度の、60分の1が分ですよね。さらにその60分の1が秒です。その秒のさらに1000分の1というですね、ちょっとこれも、我々の想像力を超えてしまう数字になっちゃってるんですが、ものすごく狭いところですねピンポイントで観測してるんですね。
で、なんでそんな観測ができるのかということをちょっと脱線でお話します。基本的に望遠鏡の解像度、どのくらい細かくものが見えますかというのは望遠鏡のサイズで決まります。つまり大きいものを作ればその分細かいものが見えると、そういう関係になっています。ですが、大きいものというのは大変でして、まあ当然ですよね。電波でですね、では日本で言いますと長野県野辺山、天文台ですね、こういう直径45メーターというですね、これはこの波長では世界最大の望遠鏡があります。でもちろん単に大きいだけはダメで、ちゃんとその鏡面がですね、綺麗でないとお世話になりません、鏡になりませんから、ちゃんと鏡として機能しつつ大きく作らなきゃいけないんですね。だからすごく大変です。でもちろん世界にはもっとこの表面はザラザラで精度は粗いんですが、大きいものもあるんだけども、それでもやっぱりせいぜいこんなもん、サイズはこんなもんです。でこれでは到底ですね、先ほど言ったような分解には出ません。それで、実は複数の望遠鏡を組み合わせて大きな望遠鏡を作ると、まあ、これも口で言えば簡単なんですが、非常にこれ巧妙なですね、数学的に言うとフーリエ変換というものを駆使してこういう望遠鏡は作れるということに、マーチン・ライルさんがこれは発見し気づきます。それでライルさんはこれでノーベル賞をもらってるんですね。まあ、これもですね、こういう科学の発展、技術の革新というものが、まあ、新しいですね、人類の知の地平を広げていくと、そういう例の一つとして大変面白い例だと思っています。さて、一旦ここで話をまとめたいと思うんですが、まあ、この混沌としてですね、非常にしかし豊かで美しい宇宙というのはですね、まあ、古来、まあ、いろんな人知の想像力の対象になってきたわけですが、今日はその中で銀河という話をしています。それで特に、まあ、銀河も非常に多様性を持っているんですが、その中で非常に不思議な規則性があるという話をしました。一つが、まあ、その銀河の環境ですね、環境に応じて銀河の形態、渦巻き銀河とかあるいは大銀河というのが非常に明確に変わってくる。もう一つ目は銀河における超巨大ブラックホールで、どうもたくさんの銀河がこういう巨大ブラックホールを持ってるらしい。しかもその重さがですね、お互い何か情報をやり取りしてるかのごとくピタッと決まってると。で、そういう話を、する上でどういう、まあ、技術のブレイクスルーがあったか、そういう話を少しさせていただきました。さて、これで残り時間、まあ、あと15分ぐらいだと思いますが、残り時間でですね、時間の許す範囲で、まあ、ここからはですね、こういう謎にどう我々が挑んでいるかと、で現在ではどういう説があるかと、もちろんこれで今分かっている謎ではありません。本当にこれは難しい問題ですので、世界中でですね、今議論が続いている状態なんですが、その中で、まあ、我々はどういう、まあ、回答を出そうとしているかという話を少ししていきたいと思います。さて、この銀河と形成の進化というところで少し宇宙の歴史をですね、振り返っておきたいと思うんですが、これはその宇宙の歴史を、まあ、模式図で表した絵になっております。こちらが現在の宇宙で、横軸こちらの方向にですね、宇宙の歴史をとっています。こちらが現在で、こちらが過去になります。で、最初ですね、これもポーの話等で出てきて大変びっくりしたんですが、やはり単にこの科学者がですね、科学的知識に基づいて言い出す前にですね、そういう爆発から宇宙が始まったとかっていうビッグバンという話があったというのは大変驚きなんですが、まあ、そういう想像力のものもですね、考えつつ、まあ、実際どうも今の科学によるとあったらしいと、というかもう確実にあると皆さん思ってますが、分かったのがこのビッグバンと呼ばれる宇宙最初の大爆発です。でこれが約今からですね、137億年前に起きたと考えられています。でその結果ですね、急速に宇宙が広がりまして、しばらくの間ですね、何も天体がない暗黒時代かと思われるんですが、大体宇宙がそのビッグバンを経てから大体数億年経ってからですね、最初の何か天体ができたらしいというふうに、まあ、我々考えています。まだこれは分かっていません。観測では分かっていませんが、理論的にはそうなるんじゃないかという予測があります。そして、今の宇宙はどうなっているかというと、その後ですね、非常に長い時間をかけ年月をかけて非常に多種多様の銀河があり、銀河団があり、中には星があり、惑星があり、生命があり、分子があり、そういう非常に豊かなですね、まあ、悪く言えば混沌、よく言えば多様性の豊かなものができているわけですね。で、そうか、一つこれ先ほどの宇宙の話で出てきましたビッグバン の証拠として知られている画像を紹介しておきます。これは電波で見たですね、これまさに電波で見た、宇宙の様子なんですけれども、少し前の方でですね、天の川銀河を電波で見た画像を紹介しました。だから天の川銀河って非常に強い電波源なので、実はそういった電波源が実は邪魔してるんですが、そういった電波源はですね、ここに
天の川銀河によるものがある、ここにそのブラックホールによる影響があるというのを全部ですね丁寧にさっぴいていった残りを見てやると、実は残りものに福があったという、非常にこれいい例なんですけれども、残りものにですねこんなたくさんのですね電波のモヤモヤがあったんですね。でこれが、どうも理論が予測していた宇宙のですねあのビッグバンの化石名残だったということが解析から分かったんですね。これはあの昔は非常に高温だったんですが、宇宙が膨張した結果今では 2.7 度ケルビンという非常に低温の放射になっています。そういったものがあのこういう観測で分かってきているということですね。で、今の一旦ちょっとまとめていきますが、この宇宙は最初ビッグバンによって、まあ、いわばのっぺらぼう、これほとんど真っ平ら、あのこれは色をいろいろつけてですね、なんかモヤモヤがあることを強調したいなって言いますが、実際にはこのモヤモヤというのは、もう10万分の1とかですね1万分の1とか、そういうあの数字的に言ったらもう真っ平らです、のっぺらぼうです。そういう非常に宇宙は最初平坦のっぺらぼうな姿で誕生しました。ところが今我々知っている通り、宇宙は極めて多種多様な天体があって、あるところには銀河があり、あるところにない、たくさんあるところには銀河団としてたくさん群がっている、あるところは全然ない、そういう多様性が非常に大きいわけですね。でそれって何が作っているのかということなんですが、おそらく、今の理論が予測するところではこのダークマターと呼ばれるですね暗黒物質が最初に群れ集まって、その中にですね入ってきた、我々の社会を作っている物質、ダークマターというのは、重力だけで反応する物質なんですけれども、私の身の回りにあるものというのは実際にこう光を出したり、あるいは光を吸収したり、あるいはぶつかったりということをしますよね。そういう性質を持った、まあ、あの我々はバリオンというふうに呼んでいますが、そうした身の回りの物質が集まっていって、そこで星が生まれ銀河が生まれていったんじゃないかと、そこにそういう多様性の鍵があるんじゃないかというふうに考えられています。あの今ちょっとバリオンとそれから暗黒物質ということの対比をちょっとだけまとめておきましたが、あのどちらもですね重力は感じるんですね。だからそこに何か物があるというのは分かるんですが、一方で、片やあのバリオンの方はあのこう光も出しますし、光も吸収もします。一方で暗黒物質というのは全然あのそういうものと反応してくれないんですね、スカスカです。だから、まあ、暗黒というふうに呼んでるんですが、一方で、まあ、あのこういう衝突もあって、で一方でこの正体はこちらもよく分かっていまして、まあ、まさに我々の社会を作っているですねあの分子とか原子のわけですが、この暗黒物質の方は、まあ、多分未知の素粒子だと言われていますが、まだ未だに誰も分からないというわけで、まあ、あの暗黒物質はですね非常にまだ正体は分かっていないんですが、性質があの単純重力相殺しかしないということは分かってますので、実はあの計算はすごく簡単にできちゃうんですね。だからこういう振る舞いをするという扱いはできるんです。一方で、この私たちの身の回りにある物質というのはあのよく知っている物質のはずなんですけれども、非常にたくさんの振る舞いを示しますので、実はこれの計算はすごく大変です。実はこちら側の計算はですねあの今ある計算機でたくさん皆さんやってるんですが、こちら側の計算というのは実はすごく難しくてですね、やるべきことがたくさんありますから、実は今一番早い計算機を持っててもですねとても計算できないと、そういう代物になっています。まあよく分かっているつもりのものが実は一番厄介ということはよくあることだと思いますが、まあ、あの暗黒物質はこういう計算シミュレーションで非常によく分かっているんですが、物質の方は難しいと。そこでですね、まあ、あのこれで最初の謎解きに戻っていくんですけれども、このブラックホールがですねあの成長していく、それから銀河が成長していくところ、何が鍵かといいますと、まあ、おそらく我々はですね星の形成が鍵ではないかというふうに思っています。どちらもですねブラックホールというのは実はその星の形成進化の過程の成り果てでできてくると。でこの小さいブラック白の軽いブラックホールから大きいブラックホールのジャンプというのは、実はこれまだ誰も分かっていないんですが、おそらく複数のブラックホールがですね集まっていって大きくするしかないんじゃないかとみんな思って、いきなりこの100万倍質量のですね太陽質量の100万倍なんてブラックホールは作れないと皆さん思ってますので、何かしらの方法で小さいものからだんだん大きくするしかないだろうと。一方で銀河も同様でして、最初はまあ星が生まれていったわけですが、それがどんどん集まっていってですね、それが集合合体していって大きな銀河になっていったんじゃないかということからですね、おそらくどちらも根は一緒じゃないかというふうに考え始めていまして、まあこういうですね星形成のプロセスをどんどんあの何回も何回も繰り返していくと、その結果どちらも共に進化をしていって、その結果、まあ、何か共通の法則を持ちつつ進むんじゃないかと。それから非常に密度の高いところに行きますと頻繁に銀河衝突します。そうすると非常に早く進化が進むんですね。つまり高密度環境下では早く星ができると。その結果高密度環境でできた銀河というのはもう早くガスを使い尽くしてしまって、今の宇宙では静かになってしまうと、そういうことが起きてるんじゃないかというふうに今考えられています。じゃあそういうですねあの
保守形成をじゃあ調べるのが鍵だと言いましたが、じゃあどう調べるか、これは実は大変なことでして、なぜかと言いますと、宇宙のですね、保守形成というのは隠されているからです。皆さん最初に紹介しましたよね、天の川銀河の中心も影で隠されていました。全く同様にですね、宇宙のあらゆる天体 の多くの宇宙のにある銀河はですね、ダストがあることによって隠されちゃってるんですね。で、特にそれは過去に行けば行くほど、まあ、これはそれを表していますが、過去に行けば行くほどその宇宙の保守形成というのはこのたくさんのダストによって隠されてしまっているということが分かってきました。じゃあどうするかというところの決定なの、実はそれがですね、この今私が研究しているサブミリ波と呼ばれる波長で見ると、そうした隠されたものが見えますよということに話がつながっていきます。まあ、あまり時間がないので、詳細はもう省きますが、一つ面白い点があってですね、普通皆さん遠くに天体が行けばそれは暗くなりますよね。懐中電灯もそうですよね。人が懐中電灯を持って遠くに行けば暗くなります。まあ、当然です。ところがちょっとその想像力を超えることがサミ波では起きまして、サブミリ波では遠くに行ってもですね、明るさが変わらないんです。これちょっとややトリックが入ってるんですけれども、ある種の天体はというトリックが入るんですが、その非常にダストをたくさん持っていてですね、可視光では隠されてしまう天体をサミ波で見ますと、遠くに行ってもですね、明るさが変わらない。これはそれを表していまして、横軸が、まあ、遠い天体、近い天体、こちらが天体の明るさです。可視光で見れば遠くなれば暗くなります。ところがサミ波で見ると遠い天体でも明るさが変わらないというですね、不思議な現象があります。まあ、これはやや難しい話なので、まあ、詳細はもう今日は時間がないと思いますが、端的に言うとですね、そのダストが持つ、まあ、天体のエネルギーの、まあ、分布の性質によっているんですね。これは横軸に観測している波長、縦軸に見かけの明るさと、そういうものを取ったグラフになっています。少々難しい恐縮なんですが、で、今ある宇宙での銀河といえばこういうような放射を出していると。で、遠くに行きますと、宇宙膨張の効果で波長が伸ばされます。だからこの赤外線で光っている天体がですね、波長が長いところ、すなわちサブミリ波で伸びてくるんですね。そうした宇宙膨張の効果が相まって、普通ですね、可視光です、可視光とか、あるいは波長も長い電波で行きますと、近い天体から遠い天体に行きますと急速に明るさがガクッと落ちるんですが、ここだけですね、このサブミリ波と呼ばれるところだけはちょうどこのエネルギーの放射のピークがこの波長帯に赤方範囲で波長が伸びてくるという効果によってですね、明るさが変わらないと、そういう効果を受けるんですね。その結果、このサブミリ波というところで宇宙を見ると非常に遠くまでよく見えるというメリットがあります。まあ、そういうことを使って我々は、まあ、南米アタカマまでですね、出かけていって観測をしているというわけです。で、実際に、まあ、その観測結果の紹介をしておしまいにしたいと思うんですが、この右側はですね、これはスバル望遠鏡で見たとある、非常に初期宇宙にある銀河の集団、銀河団ですね、銀河団の先祖といっているものですね、まあ、原始銀河団というふうに呼んでいますが、宇宙開拓からですね、かだかまあ十数億年、今から遡ったら110億年前という宇宙に、スバル望遠鏡で見つかった、まあ、銀河の集団があったんですが、そこをですね、このサブミリ波とこれで見たらどうなったか。今の宇宙では銀河の集団があるところ、銀河団高密度環境下では銀河は静かだって話をしました。どれを見てももうガスがなくて、星はもうみんな赤くて、年老いた星ばかりしかない、そういう古い第二化しかないと申し上げたんですが、この宇宙が初期のですね、115億年前の宇宙の銀河団どうだったか、それは実はたくさんの想像を超えるですね、これも想像を超えるところになりますが、サブミリ波で明るい天体、すなわちものすごい勢いで星を作っている。どのくらいものすごいかといいますと、我々が住んでいる天の川銀河の1000倍以上。今天の川銀河ではですね、大体1年間あたりに1個ぐらい太陽が生まれていると、そのぐらいのペースで太陽が生まれています。で、こちらはですね、その1000倍ですから、例えて言えばですね、今日窓から帰るときに空を見上げたら太陽が1個ありました。明日空を見上げたら太陽が4個に増えてました。明後日行ったら太陽が10個ぐらいになってました。そのぐらいの勢いでもうどんどん星が増えている、そういうとんでもない天体がですね、うじゃうじゃいたということが分かったんですね。で、まあ、そういう可視のいろんな観測等の研究の結果、まあ、そういうですね、宇宙初期の銀河団ではものすごい星形成がバンバン生まれている、
そういうですね、でまさに今の宇宙に見えている大銀河を作るですね、その先祖という天体が実はうじゃうじゃいるんだということが分かってきました。それからもう一点興味深いのは、こうして発見された銀河の中をですね、さらに詳しく解析したところ、そこにですね、どうもブラックホールがあるらしいということが分かったんですね。まあ、これはいろんな波長の観測を付き合わせて解釈するとそういうふうになるということなんですけれども、非常にたくさん星を作っていて、かつそこにですね、非常に強い X 線放射等が出てきていて、巨大なブラックホールがどうもあるらしいことが分かりました。というわけで、まあ、まとめるとですね、どうも、この宇宙のですね、大規模構造、つまり高密度領域というのはですね、初期宇宙における高密度領域というのは、どうもたくさん銀河も作るし、その銀河の中ではブラックホールもそこでたくさん生まれているらしいと。だそういう今の宇宙の、まあ、高密度環境、銀河団というところでは非常に静かなところになってしまっているんですが、初期宇宙での高密度環境というのは非常にアクティブになっていてですね、たくさんの銀河が集まってきて衝突合体を繰り返して銀河もたくさんできていくし、その中でブラックホールも急成長しているらしいと、そういう現場が見えてきました。というわけでですね、まあ、この、非常にたくさんの暗黒物質が集まった中で、たくさん小さい銀河が集まっていって大きな銀河が作られていくと、さらにその中でブラックホールも成長して、まあ、光り輝くと、そういうシナリオが見えてきたということが現状の理解です。はい、これで終わりにしたいと思いますが、最後まとめます。まあ、混沌としてしかし豊かで美しい宇宙というものを最初にご紹介してきました。でこれというのは、まあ、古今東西ですね、さまざまな人類の創造力の源泉でもありました。でその中にですね、混沌ではあるんですが、今銀河の中で知られている非常に興味深い2つの秩序というものを紹介しました。その中で、まあ、銀河とは、それから、まあ、ブラックホールとはという話をさせていただきました。このブラックホール、なぜ光も出てこないのに見えるのかという観点では、まあ、メーザーというですね、さまざまな分子からの放射の話もしましたし、それから実はケプラーの法則というのは実はすごく大事で、こういうですね、ブラックホールというとんでもない天体の性質が実はこういう非常に単純な物理法則でよく理解できるという話もさせていただきました。それからさまざまな技術革新が、まあ、こういうですね、宇宙の理解、それから人類の知の拡大に極めて大きく貢献しているという話もしました。で最後に、まあ、この銀河の形成というのは、この星の形成というものに非常に緊密に結びついているんですが、実はそれはすごく厄介なもので、このダストと呼ばれる隠されているものがたくさんあるからなんですが、実はそれはサブミリ波と呼ばれる観測をすると非常にそれがよく見えてきてですね、まあ、しかもなぜか遠くを見ても暗くならないという不思議な性質も生かしつつ、まあ、そういう研究が現在進んでいるという話をさせていただきました。今日はご清聴どうもありがとうございました。